この度ラブコメが、公開、今回完成披露試写ということで、すごく楽しみにしていたので私自身も嬉しいです。どうもありがとうございました。村田美遥か。マケイは脚本を読んだ時にすごく喜怒哀楽が激しいというか分かりやすい人だなって感じていて、でもすごく人間味のある女性らしい部分もある素敵な女性だなと感じたので、そういうところを出していけたらいいなと思いながら演じました。ずば抜けて明るくて、あのお調子者な役で、でもどこか憎めない、そんなあの可愛い女の子を演じさせていただいたなと思っているんですけれども、やはり朝一からテンションを上げていくのは結構難しかったりして、ガリナさんとかがクールなテンションなので、その中で一人ちょっとこう空気が読めないじゃないですけれども、あの浮いてるくらいがちょうどいいのかなと思って、朝から好きな音楽を聴いていったりとか、あのアイスが好きなんで朝からアイス食べたりとか、そういうことしてテンションを上げてました。いや楽しかったですね、デートの時は。あ、今日はデートの日だっていう気分で行ってたので、はい、普段あまり行けないような場所に行ったりとか、なんだろう、花火大会に行ったりとか、そういうことって、まあ、大人になってからもちろんないので、なんか単純にすごく楽しかったんですけども、なんか新鮮な気持ちになりました。大変でしたね。なんか大変なことってこういうこともあるんだなと思って、私の役もちょっと空気が読めないので、まあ、どうしたらいいんだろうって、そんなにあの空気が読めない人ではないので、私自身がどうやってわざとらしくならないように やればいいんだろうって、ね、結構二人で朝から、はい、あ、渡部さんがでもいらっしゃるとすごく入りやすくて、はい、北野さんに一生懸命ですねって言われました。ドラマの方は、なんだ、映画をより深く、なんだろうな、こう見せるというか、映画で分からなかった部分もドラマの中で描かれているところがたくさんあるので、なんでこういう風な行動をしたんだろうっていうことがドラマの中で分かったりとかするので、やっぱり両方見ていただきたいなと思います。見た人がみんな幸せになれるような、こう喜びもあって泣きもあって、こう見ていてすっきりあったかくなれる映画だと思います。たくさんの方に見ていただきたいです。ありがとうございました。では平川監督からどうぞ先頭にお進みください。ありがとうございました。ありがとうございました。